テロリズムっていうのは、ね、まあ、日本のテロもね、日本でテロが起こった場合の訓練っていうのは想定されるんですけど、ただね、その想定が結構頭悪いなっていうのが私の感覚です。はい、世の中っつっても日本以外、まあ、日本ではもちろんテロってのは当然あるんだけど、まさに分かりやすいのがこの間の暗殺だったよね。あの時事前に犯罪予告はあっただろうか。あの時事前に山上何がしは殺人を待っていただろうか。まさにアサシンのごとくそろそろと近づいて銃を放ってなかっただろうか。でもです、今でも日本の警察が想定するテロリストというのは事前に盛大に騒いで、大いに騒いで何かをやらかす連中となっているらしい。バカですね。はい、世の中そんなに甘くないしね、そういう目立ちたい連中はテロリストになる前に普通の犯罪でとっ捕まっていることでしょう。実際問題としてね、あの多くの自爆事故とか拳銃乱射とか、後から犯罪声明が、後から声明が出されますよね。事前には何もない平穏無事、もしかしたらこのね、はい、甲州街道のど真ん中で突然爆発がしたとしても、その前に何かがあったということは基本的にないわけであります。でもさっきも言いましたが、日本の警察、はい、G7 サミット控えテロ対策訓練が行われた群馬県警では、わざわざ大騒ぎをしてナイフを振り回してやるというテロリストしか想定できない、ね、はい、まあもちろん現場でやる分にはそれでもいいのかもしれないが、いやいや、凶器をさ大っぴらに振り回して捨てらかしてやるようなのは、これはちょっと背景かもしれませんが、スジモンの皆様ぐらいのものでありまして、はい、背景かもしれませんよ、スジモンの皆さんごめんなさいね、ちょっとそういうところして影響がですね、はい、でもね、でもですよ、私みたいなものでも、てかむしろビクビクしながら言ってるんだから、言葉を出す瞬間まで挙動不審かもしれないけど、狂気は表に出さないよね。もしこの度皆さんが何かをやらかそうとしたことを想定してみてください。思い浮かべてみてください。イマジネーションです。その時にわざわざ銃を振り回して、わざわざ刀を振り回して突貫することはやりませんよね。はい、この記事に対する書き込みが面白かったです。いや群馬県警は今でも、いやいや我こそはっていう時代に生きていると、はい、名乗りを上げて突貫してくる連中しか想定できず、それ以外の隠密の裏でまさにサイレントで先行している連中には何も対処ができないということを自ら露呈しています。訓練すべき場所が違う。訓練すべきは挙動不審な映像をいかに見分けるか、もっと言えば事前にどうやって各個人が裏で密かにやっていることに鍵つけ、そして応酬に立ち入りに強行突入に結びつけるか、その一条であるはずなのに、公開されるのはこんなくだらない訓練ばかり。別に群馬をディスってるわけではありません。はい、これがおそらく日本の警察のおそらくスタンダードであるからです。これが日本の警察のレベルであるからです。いや、そうじゃないな。日本の関係のレベルはこのレベルで現状あるからです。はい、出なければ先日の暗殺事件は起こらなかったことでしょう。少なくても2発目はなかったはずです。それぐらい我が国の警察は日和見で、頭の中に頭蓋骨の中にひまわりがいっぱい咲いていることでしょう。そしてそれは私も含めたね、一般国民も残念ながら日
冬は動き出しています。はい、先日福島が言ってましたね、平和ボケを作りたいって。ごめんね、もうすでに平和ボケしてるよ。平和ボケできてるよ。はい、ごめんねって。あの時内心実はすげえ思ってましたね。私も含めて平和ボケ、私もね、平和ボケしないようにしないようにと思ってますけど、だって平和なんだもん、ボケるよですよ。はい、ね、常にこう周りからのね、犯罪にさらされる、危険にさらされる、無機にさらされることを意識する必要がないわけに、実に素晴らしいですが、ですが、危機感は、ね、おかんの腹の中にと言えばいいか、これぐらいのレベルで忘れ去ってしまっているレベルだと私は思っております。できれば、こういう訓練しかされない状態を、群馬県民の皆さんは許していただきたい。そしてそれを横ですね、指差して笑ってる場合じゃなくて、他の多くの日本国民もそうではダメなんだという事実を心に胸に刻んでいただければ幸いであります。一人でも多くの日本国民が平和ボケから脱却し、私も頑張りたいだろう、そういうご時世になればいいと切に思うこととして、本日はこれにて終了とさせていただければと思います。本日もありがとうございました。